取引を行いましょう。ありがとうございました。勝利の光が我が道を照らしている。皆の力合わせよう。江戸城は戦場有利なので榊原さんは楽勝です。これぞ我が武、我が力よ。榊原さんはカウンターで攻め込みに行ってもらいましょう。進むぞ。方位で74日。この城もらい受け。下田取れました。島左近さんにはそのまま海を越え立山に向かってもらいます。出陣するぞ。ここは先月戦場は同等で勝てると踏んだ場所です。安心です。お味方が討ち死にしました。負けてますけどね。リベンジ部隊を出します。進め。標高28日、来月あたり落とせるお城結構あるような感じですね。勝ちは揺るぎませんは安心です。天下聖筆、必ずや成し遂げようぞ。お志し果たせぬか。報告いたします。手段は選ばぬ、勝つためなら。取引を行いましょう。仰せの通りに。ありがとうございました。森さんと親善が低いので親善を交わしておきます。志必ずや果たさん。立ちはだかるなら打ち砕くのみ。岬取れました。いい感じで北条家を倒せれています。かたじけない。行きます。進みます。立山は標高64日で挑戦してみます。みな勝ち時をあげよう。武将を向け取りついてきました。では、桜攻めていた部隊は攻勢向かわせます。後に続け。征夷大将軍を名乗る。異を唱える者は刃を持ってお答えしよう。征夷大将軍になったということはもうすぐクリアですね。そうですね、ストックも全然溜まっていないのにクリアですね。我らが力侮ったようだな。ストック溜めないで新シリーズ突入ですか。なんとかなるでしょ。この
もらい受ける。行きます。お市場は分が悪いですね。結城城ももっと分が悪い。原因はそこにある準剣所です。準剣所を潰しに行きます。後に続け。上杉さんには負けないでしょ。我らが力侮ったようだな。武将ガチャ来ましたね。どうせ外れしかもう残っていませんよ。内政外政知略は70超えですよ。確かに超えていますが、内政外政知略のうまい使い方知らないんですよ。建造物が多少早く作れるようになるとか、建築レベル上限が高いとか、そんな程度ですよね。とりあえずワープ要員として使えるのでお城あげます。個性も持っていませんし、微妙ですね。ままならぬものよ。準剣所潰しに行こうと思いましたが、家康くんが狙われているので蒲生さんに救助に向かわせます。北条はもう、兵数上限までかき集めれないみたいなので、戦場は不利でも勝てますね。後に続け。報告いたします。家康くんを狙い、結城城がラーチにしましたね。家康部隊を守りたいので、結城城に向けて部隊を出します。これは、近場からの出陣をする形にします。家康くんがここまで粘ったところを、潰されたくないので、結城城を取るという目的ではなく、牽制する目的になります。簡単に言うと、結城に部隊化兵を返し、国境警備で牽制です。進みましょう。3日で結城城に着きますよ。取引を行いましょう。ありがとうございました。取れそうなら取りますけど、位置的に微妙ですね。皆の力合わせよう。ね、3日も舞台返すのに時間かからない距離だったので帰ってきましたよ。包囲で89日。で、は、細川ガラシャは良い感じに釣りに成功しましたので国境警備に当てます。手を打ちましょう。参りましょうか。待機します。小田城は包囲で79日。長宗我部さん、また島津と戦うんですね。頑張ってください。手を貸そう。くるり、包囲で50日。上杉と戦争が長引いていますね。包囲であと80日ですか。兵糧もあと31日分しかないので諦めますか。承知いたしました。残念ではありますが、上杉家からは手を引くことにします。あ、蒲生さん、肩透かし食らってますね。参ります。後に続け。おい、そっち行くと家康くんがやられるぞ。すっかり忘れてました。お市場に変更します。参ります。後に続け。北条部隊多少変更しましたね。部隊数3部隊の6000の兵ならば家康くんは倒せるでしょ。志果たさずして将は終えられぬな。
家康くん、負けるなよ。杉たるは及ばざるなごとし、ここまでにせよ。ちょ、舞台結構壊滅してますよ。確かに危険ですが、あと6日で落ちますし大丈夫かな。ただ、即交渉できますね。交渉しましょう。何でも言うこと聞いてくれそうな確率ですね。上司は、統率高いですね。欲しいですね。上司投稿させてみましょう。成功しました。楽な戦であったな。家康くんも兵がだいぶ枯渇してきましたので、部分入場で兵を回復させていきます。進め。では、勇気城に向けて出陣します。変な場所で当たると戦場で厳しくなるので、当たらないように勇気に向かいます。進め。お市場は強行105日。兵糧的に厳しそうですね。もう、この辺は、交渉狙いですね。武将ガチャ来てますね。ワープ要因ですね、ちょうどいいと思います。なるほど。なるほど。あれ、取ったばかりのお城にも武将がいるぞ。部分入城させていましたからね。忘れていました。それなら三崎城でいいわ。ままならぬものよ。志果たせぬか。滝川さん、寿命ですか。お疲れ様です。商いを始めましょう。報告いたします。